そこを狙うのよ。めちゃくちゃ人気あるんですよ。だからなんで人気あるかっつうと、どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はですね、アマゾンファッションビューティー祭り、それがですね今週末から行われます。1月20日からですね。ついこの間まで初売りやってたなと思ったら、今度はファッションビューティー祭りっていうことで、福袋とかね、まあそういったものは終わりましたけれども、冬物であるとか、まあ春物とかが出てきているので、そちらがね、まあどういったものなのかと、あとね、それとは関係なくちょっとお得なねポイントを活用したものも出てきたので、1月でもね、いろいろ買ってるんで、まあ、それに対してですね、それも合わせて、どういう風にすればお得に買い物できるのかっていうのをですね、詳しく解説していきたいと思います。さあ、気づいたらもう1月も中旬を超えて、あっという間にですね、1月半分終わってしまいました。まだまだ1年長いですからね、元気に頑張って乗り越えていきましょう。というわけで、行っていきましょう。ということで、アマゾンのトップページ見ていただきますと、ババーンとこんな感じでですね、新春ファッションビューティータイムセール祭りですっていうことが出てるんですけど、これの前にね、まずはポイントアップキャンペーンですよ。こちらビシッとエントリーしていただいて、買い物する場合にはポイント還元していただきたいんですけど、いや別にファッション興味ないよという方もね、いらっしゃると思うんで、大丈夫です。そういう方のために、ポイントを賢く貯めるっていうものもですね、ページができています。開催中のポイントアップキャンペーンをチェック、ポイントを賢く貯めましょうっていうことで、ここポチを押してみると、お年玉ポイントアップキャンペーン、これさっき言ったやつですね、その下にですね、楽しく賢くお得にお買い物っていうことで、ようこそアマゾンポイントへと、1ポイント1円でですねお買い物できますよっていう風にバーンと出ていまして、 Kindle 本ですよ。 Kindle 本の還元ポイントキャンペーンがやってるんですよ。これね、意外と知られてないんじゃないかっていう風に思うんで、これはねすごい個人的におすすめしたいものはあるんでね、まあ、まずどんなものか見ていくと、まず Kindle 版冬の読書フェアっていうことで、書籍5冊購入で 10%、 漫画10冊購入で 10% っていうことで、ちょっとポイント還元率は変わってます。1月29日までですね、 Kindle でですね本を買った場合ですよ、これが適用されるので、個人的にはねすごく面白いものだと思うんで、ここをチェックしていただいて、その下にもですね本のまとめ買いキャンペーンです。こちらのね本のまとめ買いの場合には、これ Kindle じゃないんですよ、普通の本ですよね。5冊から9冊また10冊以上ですよね、買うとですよ、このようにポイント還元が変わってくるっていうものです。まあ、とりあえずエントリーしていただいて、 Kindle と本のまとめ方はまた微妙にちょっと違くてややこしいところなんですけど、漫画とか、まあ、そういったものは Kindle で欲しいんだっていう場合は Kindle でもいいと思うし、そうじゃない場合にはですね、まとめ買いでとりあえずやっていくと。ポイント還元率の高い人気タイトルっていうのもあります。3から5のものでいくと、東京リベンジャーズであるとか、まあそういったものですよね。それ 3% なんで、528円だから実質510円ちょっとですか。それで買うということもできるようになります。で、もっともっとポイント還元率 11% でいくと、金持ち父さん、貧乏父さんですね。これはもう、いろんな人がですね、紹介してると思います。ビジネス書籍の入門書みたいな、僕も読みました。あ、世の中ってこういう風になってんだなっていう仕組みがわかるんで、これを鵜呑みにね、丸々鵜呑みにするのは、それはそれはリスキーなんで、こういうものなんだと、こういう風な感じなんだなっていうのをちょっと頭の片隅に入れておくだけでもいいかなと思います。あとはベストパートナーになるために、男と女が知っておくべき分かち合いのルール、男は火星から女は金星からやってきたとかでですね、それもですねポイント還元がえぐいんで、まあ、ほぼほぼですね500円ぐらいですか、それで読めるっていうものですね。で、他にもポイント還元特集おすすめブランドっていうことで結構出てるんですよ。うちがねよく買う V コスメティックですよね、パックですけど、まあ、そういったものとか、あとビオフェルミンであるとか、大人のカロリミットとかですね、アンカーとかもね還元率高めに出てるんで、まあ、この辺もチェックしていただいてもいいですかね。あとはマスクとかね、そういったものがババーンと出ています。で、このね本なんですけど、これは個人的にはおすすめはですね、ファンブックっていうのがあるんですよ。皆さんご存知ですか。まあ、例えば後楽園であるとか銀だこ、あと一風堂とかですね、丸亀製麺とか、まあ、そういったいろんなところのファンブックがあるんですよ。まあ、大手外食チェーン店とかデニーズとかね、まあ、
といっぱいあるんだけど、そこを狙うのよ。こういうね、ファンブックってね、もうめちゃくちゃ人気あるんですよ。だからなんで人気あるかっていうと、スペシャルパスポートがもらえるんですよ。このスペシャルパスポートに価値があるんだよね。これ大体発売するじゃないですか、本がね。で、本発売した1年間ぐらいは 10% オフしますよとかっていうのがついてくるんですよ。なんで自分が好きな外食チェーンですよね。僕だったらココイチですよね。僕ほんとココイチすげー好きなんで、そういったところも売ってるんですよ。で、そういうところの買うと 10% 安くね、買い物することができるんで、もちろんお店行ったらね、クーポンとか、まあ割引のものとかっていろいろ出てると思うんだけど、大体有効期限があったりとか、割引率がね、3% とか 5% とか限られたりとかするんだけど、ファンブックっつうのはもうファンしか買わないから、結構 VIP 扱いっていう特権なんですよね。株持ってるまだいかないけど、ここまで安くしますよ、みたいなもののスペシャルクーポンが手に入るんで、それで安く買い物することができる。結構ね、外食で金額が積み上がってきて 10% ってでかいんですよ。例えば1万円だったら1000円とか、オフができるようになるでしょ。そうすると1000円でかいんで、1万円だったものは9000円になりますからね。ファンブックですよね、まとめて買って、ちゃんとパーセンテージ積み上げていって、パンと手に入れて、会計するときにも安くいくというのがですね、非常にお得なんじゃないかなっていうので、この本のキャンペーンっつうのはかなりお得に買い物できるんで、ぜひ皆さんもね、やってみてください。ちなみに僕は、ココイチ買いました。ココイチ、やっぱ最強ですよ。っていうふうに思ってて。僕ね、誕生日が1月22日なんですけど、1月22日ってカレーの日なんですよ。僕はカレーの日に生まれたんで、もうカレーが、だから好きなのかなって思うぐらい、すごい好きなんですけど、他にもね、デニーズであるとか、ま、いろいろ出てるんで、丸亀とかね、はま寿司とかもあるんで、ま、そういったところに行きますよっていう人は、これをね、楽しんでいただけるとよろしいかなっていうふうには思います。あとはね、前にもお知らせしました、試し得ですよ。これをやってみたらポイントもらえますよっていうものがあるんですよね。でもだいぶ終わっちゃってるんだけど、例えばスキャン検索とか、それやると100ポイントとか、昔で言うと時計買ったら300ポイントとか、お酒買ったらね、ポイントつけますよみたいなものもあったんで、多分これ表示される人とされない人がいるんで、とりあえずリンク貼っとくんで、試し得ですよ。やるだけでね、ポイントもらえるんでね。それを買い物するかどうかは別で、スキャンぐらいはね、やっといても面白いかなっていうふうに思うんで、ぜひそちらもね、飛んでやってみてください。というわけで、ファッション、ビューティー、ポイントアップキャンペーンですよ。ま、いろいろお得なもの出てて、個人的にね、あ、めっちゃ嬉しいなと思ったのが、カネモクリームインデーですよ。これ、マジでかいわ。もう、うちだからね、13回とかめちゃくちゃ買ってるんで、これがね、ポイント還元率当日どれくらいになるのかってさ、すごい気になるところなんでね。まあ、どうせ使うものだからね、こちらは全然買ってもいいかなっていうふうには思ってます。あとは、アマゾンの人気ランキングに入ってるものとかも、動画にする前に結構いろいろ買ってるんですよ。まずね、この着てるやつなんですけど、これはパタゴニアです。パタゴニアのね、メンズシェアリングジャケットっていうやつをね、まあ、買ってみたんですよ。こういった系って、最強がね、やっぱこれなんですよ。ユニクロなんですよね。これがね、いっちゃ最強なんですよ。安いし、めっちゃあったかいんで、まあ、みんなめっちゃ着てるっつうのもあるし、あとはね、室内だと暑いのよ。外で着るには快適なのよ。やっぱすっげえもっこもこだし、あったかいしっていうのがあるんだけど、スウェットで過ごすにはちょっと寒い。で、これ着るとちょっとちょっと暑いみたいな、そういう時にちょうどいいの。ヤマハの AG03M2 っていうミキサーの動画出したじゃないですか。撮影大変だったんですよ。開封して使って弾いてみたいな、あと画面録画してうんぬんとかすげえバーってやってたら汗すごかった。これはね、それぐらい結構保温してくれてんだなっていう。で、あとね、靴下ね、岡本の靴下サプリっていうやつですよ。これはね、ランキングとか見ると、だいたい1位か2位にいるんですよ。何なんだろうなと。俺ランキング見るのほんと好きなんで、で、買ってみたんですよね。で、そしたらね、すっごいよこれ。これはね、もうマジめちゃくちゃいいから、全男にお勧めしたいぐらいですよ。この辺がね、ほんとルーズソックスみたいな昔の足首がポカポカになるんですよ。で、そう、これ着てね、これ着るとやばいんですよ。汗がね、吹き出てくるんですよね。それぐらいね、めちゃくちゃあったかい。素材もこう、もっこもこ、だし、足首から膝ぐらいまで届くんですけど、すごくね、こう保温してくれるんで、値段がね、2000円ぐらいするんですよね。で、2000円の靴下かと思って、ちょっと買うの勇気いたんだけど、でも買ってよかったなっていうふうに思う。外で働いてるんですよとかっていう場合ですよね。これはマジで重宝すると思う。あとはまあ営業周りとかで外行くことが多いとか、そういう場合にもね、すごい使えると思います。これは人気の理由わかるなって使って思いましたね。すごいいいものでした。
そんな感じでですね、まあ、ファッション、ビューティーってね、まあ、僕のやってるのはガジェットが多いから、あんま関係ないよって思うかもしれないですけども、意外といいものあるからね、自分には関係ないやではなくって、どういけばね、お得なのかなっていうのを考えるとすごい楽しいですから、こう攻略法みたいなね。まあ、服はね、ユニクロが好きなんだよって方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう場合にはですね、さっきのね、ファンブックですよ。それがまあ一番いいと思うんで、スペシャルパスポートをゲットしてですね、楽しく外食してみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つなげの話でした。チャオ。